え？あー、ここが監視カメラの部屋やったんだ。氏名、戦場向こう、性別女性、超高校級の軍人。ギリギリでしょ。一旦整理しよう。昨日の夜、僕は覆面姿の謎の人物に襲われた。そしてその謎の人物は今、なぜだかわからないけど僕の目の前で死体となっている。だから言ったじゃん、死体が落ちてるって。これって死体なの？本当に死んでるの？なんだと。すぐに調べる。ただし慎重に慎重を重ねる。何があるかわからない。検討に検討を重ねるみたいな、岸田総理みたいなこと言い出したこいつ。じゃあ死体まず見るか。ほう、まずはこの死体を誰か確かめると。でも被害者のか、顔は覆面に覆われてて、これじゃ誰なのか判明できない。それに体を覆った白衣のせいで体型や服装の特徴さえわからない。謎の被害者だけど一つ確かなのは、はあ、昨日の夜僕はこの覆面の人物に襲われている。ふんふんふん。なんかこいつのさこいつのさ、この構えがさ、ジェノサイダーにしか見えへんねんけど、このナイフをこう持ってさ、こう手でこうやる。でもジェノサイダーがもし人を殺すときに絶対ハサミ使うから、ジェノサイダーではないと思うんだけどさ。てかその人がどうしてこんなところで死んでるんだよ。呼吸はない、胸も動いていない。一切の生命活動を停止しているようだ。腹部に突き刺さったナイフのせいで、服が真っ赤な血で染まっている。血は止まっているようだが、まだ濡れたまま乾いていないようだ。さらっと汚れる危険性がある。冷静に分析してる場合じゃねえって。つうか誰なんだって。顔も体も隠れてるしさっぱりだべ。多分女の子だよ。え、なんで。胸の膨らみとか全体的な体のラインもそうだし、間違いないよ、その人女の子だよ。女の子、じゃあひょっとしてつうかさ、その覆面剥がしちゃえばいいじゃん。おいおい待て。だけど遅かった。戸上くんが呼び止めた時にはもう宇川さんの手は覆面を掴んでいた。そして次の瞬間、え、ジェノサイダー。目がくらむような光と耳をつんざくような轟音、罠。爆発した。ちょ待って、そのあれ、シュタインズゲートの失敗したみたいな。私は失敗した。ごめんなさいみたいな。視界が真っ暗になった。だけど急いでさっさと火を消すんだ。その声が飛びかけていた僕の意識を引きずり戻してくれた。そして僕の手に何かが渡された。水の入ったボトル。うわー、これあれか。そういうことか。この死体が一体誰のものなのかわからないようにするために焼いたんや。早くしろ、水をかけるんだ。僕は燃え盛る死体の上半身に目をかける。バケツの水を思いっきりぶつける。うわ、こいつ石膏、この犯人。そういうことか。するとすぐに火の勢いを失い、あたりに不快な匂いだけを残し完全に鎮火した。うわー、これで分からへんくなったんや、判別が。なんとか鎮火したみたいだけど。どういうことだべ。いきなり爆発したよね。なんだと。何か嫌な予感はしていたが、まさか爆発するとは。おかげで死体が真っ黒焦げだべ。スーパーウェルダンだべ。ちょっとステーキに例えないでよ。食べられなくなるじゃん。確かにトラウマなりそう。だけどこれじゃ本当にもうわからないね、この死体が誰なのか。うわー、そういうことか。ここにいない人間は誰だ。え、なんだ。ここにいない人間を考えれば可能性はおのずと絞れてくるはずだ。ここにいない人間ってキリギリッチだけだべ。キリギリさん。じゃああの死体ってキリギリさん。違う、そんなはずだ。追いつけ。俺はキリギリだとは一言も言ってないと。ゲーだよ。ゲーだよ。他に誰がまだいるじゃないか。つまりだ、黒幕だい。黒幕ってなんだそんなありえねえって。黒幕が黒焦げなんて悪い冗談だべ。あ、待って、アナウンス鳴ってねえや確かに普通であれば考えられない可能性かもしれない。だが俺たちには思い当たる節があるはず
もし黒幕が死んだのならあの剣にも説明がつけられるはずだ。モグクマが急に動かなくなった剣だ。だけどよあの死体は女なんだろ。だとするとおかしくねえか。だってアルタイルエゴは言ってたろ。つまり全てを仕組んだ黒幕がその学園長って可能性が高いに言ってたね。学園長30代後半男性。どういうことだね。30代後半男性って明らかに死体の特徴とは一致しねえぞ。だったら黒幕は学園長じゃなくてキリリさんが言ってた例の女子高生、超高校級の絶望。戦場ムクロ16人目の高校生。何の話だ。この間キリリさんからこっそり教えてもらったんだよ。この学園には16人目の高校生がいると。何詳しくはない。キリリさんが言ったのはこれ何回これ何回見んねん。これぞもう5回ぐらい見たぞ普通に。高校級の絶望と呼ばれる女子高校生、戦場ムクロに気をつけた。キリギさんはその戦場ムクロってやつこそが黒幕だと睨んでるみたいだ。いいえ学園長は黒幕じゃないわ。実はね、女子高生。なるほどね。16人目の高校生、女子高生か。確かに死体の特徴とは一致するね。しかも超高校級の絶望ってフレーズも黒幕チックじゃない。つまり黒幕は戦場ムクロって16人目の高校生で、そいつは超高校級の絶望って呼ばれるやつだったと。だけどよ、ツチノコみてえにずっと隠れてたそいつがどうしてん。でもこれそうなんだ。あそこで黒焦げになってんだって。なんだいくらなんでも意味不明だべ。いきなり現れていきなり死んでるなんてよ。どうやらもう一度あの死体を調べてみる必要がありそうだな。何か身元を割り出す手がかりが残ってるかもしれない。ちょっと待って。なんだ何、ね、忘れてない深川のこと。あいつ確か沸騰されたべ。ジェノサイドだしいいんじゃない。忘れよ、きっと爆破されて、コッパみじんだ。あ、戻っちゃった。フカに戻っちゃった。ジェノサイダーの方が結構役立つねんけどな。これ役立つやつよ、フカは。あ、無事だったんだ。なんだ、生きてたのか。あれ、今何か教えてください、客様。やばい。金輪で酸素を吸わないと、お前が高らかに宣言したところだ。じゃあ、客様の相手に肉、2、3回立つだけでいいです。それだけで生きていけますから。光合成みたいなことする。不思議なキャッチボールだべ。調べるか。まあこのナイフのこともね。それよりもあの死体調べないと。わかりました。死体調べますか先。もう一度死体を詳しく調べてみよう。ナイフ君気をつけてね。相手は女の子なんだからね。大丈夫だよ。僕だってそんな死体に触れるわけじゃないし。それこそキリリさんじゃないんだから。何がわかんねんこの死体で。なんだこの手は。これ何。わかった。なんで全部お前に合わせなあかんねん。死体のそばに何これ。お、なに。お、そう、何か落ちてるけど。鍵みたいだな。もしかしてこれってキリギさんがモノクマから盗んだ。あー鍵。はいはいはい。キリギさんがモノクマから盗んだのはモノクマの模様が入った鍵と入っちゃった。この鍵と明らかに違う。じゃあこの鍵ってどこの鍵だよ。なんだどうした、何か見つけたのか。うん、死体のそばにこんなものが落ちてたんだけど。一体どこの鍵だ。野上くんのわからない。苗木よ、お前に重要な任務を与えてやろう。なるほど、ね、その鍵を使えば今まで閉ざされていた場所にも入れるようになるかもしれない。それを確かめろって。つまり5階の生物室、4階の学園長室、情報処理室、寄宿舎の2階だったの。寄宿舎の2階。寄宿舎って2階あったっけ。寄宿舎の2階。あ、寄宿舎の2階。行ったんかい。ここか。情報処理室の鍵だったんだ。走りまた努力の成果をかみしめようと2回行ってみたが、やっぱり、虚しいだけど。とにかくこのことをみんなにも知らせないと。僕は走って植物店へと戻った。俺情報、逆に俺寄宿舎2階に行ってみたいんだけど。戻ってきたか。成果はどうだった。あの鍵で開いたのは4階の情報処理室、あの部屋だったよ。じゃあ情報処理室に入れるようになったんか。なるほどな、そういうことだったか。
だがあの死体はなぜ情報処理室の鍵なんか持っていたの？どうやら情報処理室に行って確かめる必要がありそうだな。うん、そうみたいだね。意味がわかんないですね。でもその死体黒幕やとしたらあっさりすぎないよね。鍵はもう開いてるよ。ドア開けた途端、さっきみたいにドカンなんてことはないよね。このタイミングでそういうこと言うなって。心配する必要ない。俺たちには内気がいる。え？つまりだ。任せたって。いやね、それ毒味みたいな。信用してるということだ。嘘だ。絶対にただ使われてるだけだ。どうした？ルカは、こんな隅っこに。やけ様、やけ様に信用してるって、なんて言われて。ちょっと調子に乗ってんじゃないよ。こっちは全然嬉しくないんだけど、もうこいつに、もうこいつに開けさせよ、エバクヤ。なんでな、なんで俺が開けないかな、これ。思わず目をつぶった。そして祈るような気持ちでゆっくりドアを開けると、さすがに開くでしょ。何も起きない。そう確信した後でゆっくり目を開けると、うん。あー、ここが監視カメラの部屋やったんだ。一言で言えば、奇妙な部屋。今までの部屋もそうだったが、この部屋に関してはそれとは別格の奇妙さだった。今までのような見せる恐怖ではなく、内に潜んだ真の意味での恐怖。この部屋にはそれが充満しているようだった。おい、あれって。はがくれくんが触れる指で刺したのは。なるほどね。画面に埋め込まれた複数台のモニターだった。なんでこの世界地図みたいなのがあるの。しかもそれらの画面に映し出されていたのは、それぞれの部屋か。どれもが学園内の光景だった。寄宿舎から教室まで、学園内のありとあらゆる場所が このモニターに映し出されていたのだ。わあ、なるほど。何？いよいよ来たって感じやな。監視カメラの映像か。学園内に設置されている監視カメラ、あれで撮られた映像がこのモニターに映し出されているようだ。そういうことか。つまりこの部屋は俺たちを監視する目的で使われていた部屋。俺らを監視するため？じゃあこの部屋って決まりだ。間違いない、黒幕の部屋だ。黒幕の部屋？でも確かにそうとしか考えられない。つまり黒幕はこの部屋で僕らを監視していたんだ。じゃあ今いらんおらんからほんまにやれないやバレてへんや。どうやらこれで確定したようだな。何がさっきの植物店の死体だ。こんな部屋の鍵を持っていたということは、あの死体は黒幕イクス、なんてこいつら、イクサバムクロ、イクサバムクロって言いにくいね。イクサバムクロ、どうやら、とやらだったということだ。じゃあ黒幕って死んじゃったの？本当に死んじゃったの？そのようだな。マジかよ。起きない終わりね。いや、ケイ様が殺すまでもなく死ぬなんて。じゃあ待って、キリギリはじゃあどこにいんねん。黒幕が死んだ？本当にそうなのか？これ全て終わりなのか？だって植物庭の死体って明らかに自然死なんかじゃなかったよ。つまりあれは誰かな？ゲーだよ。でも黒幕が死んだってことは、じゃあ出られるんだな。やっとここから出られるんだな。そうだってな。そうと決まれば出口だ。出口を探すべ。やめろ。いや、この部屋を調べるのが先だ。出口は黒幕が死んだのならここから逃げることなどいつでも可能だ。だがそれより今は黒幕がどんな目的でこのゲームを仕掛けたのか、それを明らかにする方が先だ。それに黒幕が殺されていた件も気になるし。殺されて、やっぱり戸上君もそう思った。当然だ。そうだね。キリギリどこにいんねん。あの死体を見れば一目瞭然だ。間違いない、黒幕殺されたんだよ。でもさ、もう黒幕殺されたところで学級裁判も行われへんしさ、別にキリギリが殺したところで別にそいつを投票する必要もないから、キリギリも死ぬ必要もないから、じゃあほんまに逃げ出すだけじゃね。なんで黒幕が殺されなきゃなんねんだ。つうか誰に。それを明らかにするためにも黒幕の素性や目的を探る必要があるんだと言ってるの。分かったでしょ、このダメ虫が。もう白夜様に口答えするのは禁止よ。黒幕の目的、そして殺された理由か。確かにこの部屋になら手がかりがあるかもしれない。黒幕のいたこの部屋なら。では早速始めるぞ。黒幕の正体暴く時間だ。ほう、なるほど。このモニターで何も映ってない。おや、そのモニターの横にあるのって室内アンテナじゃないか。そうだべ、俺のばあちゃんが使ってるのと一緒だ。地デジ対応の室内アンテナだべ。ほう、テレビが見られるってこと。テレビだべ。出たな、テレビっ子。いや、そんなキャラ付けされたことはないけど、でもテレビ見れるならやってみよう。早く早く。
そうだな。そうか、みんな外の情報に飢えてんだよ、うん、よっしゃ、すぐに移るようにし、してやっから任せとけ。宇宙船地球号に乗ったつもりで任せとけって。対戦って意味では間違ってないけど、なんかリアクションに困るな。なるほど。なぜ黒幕が殺されたのか、それを明らかするためにも黒幕の素性や目的を探る必要がある。はいはいはい、それにしてもすごい数のモニターだね。なんだか目がチカチカしてきたよ。お前に聞いても何もない、出てこないと思うけどな。何よ、さっさと何か見つけなさいよ、ビューキャー様のために。どう、テレビは直りそう？ダメ、もうちょっとダメ。ナイキッチもそんなテレビ、テレビが見たいんべか。このテレビっ子め。はぁ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 。じゃあここはパソコンが並んでる。アルタイゴが入っていたパソコンとは違ってかなり高性能なパソコンみたいな。電源入ってるようだが、どうやらロックがかかってるようだ。うん、使えないってこと？気合でなんとかなんないの？はあ、あんた、いつの時代の人よ。もしかしたら黒幕はこのパソコンでネットワークを監視してやるのかな。それである対応。そうかもしれんな。なんだ。だが今更そんなことを気にしても何の意味もないぞ。そうだよね。で、もう一個部屋があるのかな、その奥に。部屋中に設置されたバカみたいな数のモニター。黒幕はこのモニターで僕らを監視してたんだ。はい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 、これさえやれば白夜の白夜の部屋監視しようとしてる。やっぱ白夜様のあんな姿やこんな姿が見放題じゃない。月額は一体いくらなの？あ、月額サブスクなんや。一応金払うんや。一応ここは何の部屋や。モノクマのマークが書かれた不気味などこの中に何があるんだ。あー、鍵かかってないか。そのドアって開かないの？この部屋の鍵でもダメなのかな。一応試してみよう。あー、なるほどね、無理が。でも気にしないでも大丈夫だよ。だって車が死んだんだしさ、もう何も起きっこないよ。え、これさ、でもまだ生物室と、あとどこや、どこだったっけ、学園長室があるんよな。鍵が開いてないところ。朝日奈さんの言う通り車がいないし、もう怯える必要ないんだから。え、どうなんやろこれ。ダメ。あ、治った。おやおやおや、うん、テレビっ子には朗報だ。テレビが映りそうだべ。来た、うん、あとは電源を入れるだけだ。なんだ、やってみろ。だが黒幕のやつめ、俺らには外の世界と決別しろとか言ったくせに、あんなんだべ、一人でこんなもん見よったってそうはいかねえっての。うわ、とうとう、え、あ、え、え、外の世界のやつ、え、どういうこと、そういうこと、外の世界のやつらがずっと見てたってこと、観客が外ってこと、これ、え、これって、うん、この部屋の監視カメラの映像だよね。なんだこりゃ、あれ、おかしいな。おい、何をやってるんだ。おや、うん、変だべ。あんたは下手だべ、変じゃないわよ。いろんな意味で大変なのよ。うまい、さすが小説ゲーだよ。でもこのモニターは室内のアンテナとしか繋がってねえはずだべ。だからこの監視カメラの映像が映るはずねえのに。それはとりあえずチャンネル変えてみれば。そうだな、ね、やってみっか。はがくれくんが次々とチャンネルを変えていく。それでもモニターは僕らの姿を映し続けていた。いい、そういうことか。これ外の世界のやつらがこれを見てるってこと。そのなんか昔のローマの貴族の遊びみたいな感じで、そういうこと。情報処理室にいる今現在の僕らの姿見てるんや。 どういうことだべ。奴隷の殴り合いみたいな感じで、殺し合うみたいな感じで、壊れてるとか。もしかすると、いや、もしかしたらこのテレビ自体に仕掛けがあるかもしんねえぞ。仕掛けってどういう仕掛け。実際それはわかんねえけど、普通にモノクマおるし。え、うん、え、はは、なんや、てめえら久しぶりじゃん。なんであんたは死んだはずじゃない。この俺が死んだ、わけわかんねえこと言ってんじゃねえ、姉ちゃん。すぐキャラ変わってるし。もちろん変わるさ、変わって当然くま。あれからもう2年も経つんだしな。そんなだってねえべ、せいぜい半日だべ。ていうか、なんで動いてんの。それだよそれ、お前らのそんな顔が好きなんだよね。希望が絶望に変わる瞬間の顔、それ見たかったんだよね。まさかそのために死んだふりをしたとでも言うのか。クマの死んだふりなんてレアじゃない。普通お前らの方がクマの前で死んだふりす、死んだふりでしょ。これ笑えるね、笑おうと。というわけで、さあそろそろ未来に絶望する、絶望を、持つ時間だよ。
希望にあふれた過去を切り捨てようじゃ、切り捨てようじゃないか。お前らにはもっと 楽しんでもらわないと、この殺し合い学園生活をね。嘘でしょ、まだ続くってこと。そんなここから出られるはずじゃん。誤解でたい、まだそんなこと言ってんの。それさ、そろそろ理解しなって、ここから出るのは不可能なんだって。それにさ、この生活って全部悪いことばかりじゃない、全部悪いことばかりじゃないじゃん。そりゃ生きてれば嫌なこともあるのは当然だけどさ。ふざけないでよ、こんなの最悪じゃない。最悪っていうか、絶望。キリキリと同じことで撮ったな。笑い疲れたんで、そろそろ本題にやりましょうか。本題？のテレビだよ。お前ら、いいとこ目につけて、いいところに目つけたよね。そうなんです。そのテレビは、この学園生活を語る上で欠かせないものなのですよ。何？やはりこのテレビには秘密があ るんだ。どういうことだね。室内アンテナしか繋がってねえんだぞ。どうして監視カメラの映像が流れ続けてんだ。気になってる気になってる。じゃあ出血大サービス、そのテレビについて教えてあげましょう。そのテレビは間違いなくアンテナ受信したテレビ電波の映像を流してるだけなのです。え、どういうこと。テレビの電波を流してるだけって、だってここに私たちが。鈍いな、さっさと気づけよ。つまりはこういうことなんだよ。この殺し合い学園生活は完全生中継によって全国ネットで絶賛放送中なのだ。やっぱそういうことか。あ、やっぱそうなんや。はい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 。この殺し合い学園生活は完全生中継により全国ネットで絶賛放送中なのだ。何度言われても意味がわからない。意味が分かってもその意味が全くわからない。何なの、生中継とか全国ネットとか何の冗談。そんなことが。まさか電波ジャック。監視カメラの映像をテレビで流してるんか。そんないくらなんでも不可能だべ。その過信がお前らの危機管理の甘さなんだよ。ちょっとしたコツさえ、あればテレビの電波ジャックなんて楽勝ものなのだ。本気で言ってるのか。もちろん。鬼神でいた。僕の精神が音を立てんで鬼神でいた。ジュクジュクと音を、不気味な音を立て、鬼神でいいんか、これ。あのね、全てに意味があったんだよ。僕が、ことあるごとに崖の謎に迫るヒントを、あえて教えてあげたのも、お前らはここにおびき出したのだってそうだよ。意味もなくそんなことするわけないでしょ。全ては全国の視聴者に向けた前代未聞の絶望的公開生中継のための絶望エンターテインメントの演出してたのです。これぞ究極のリアリティショー、まさしくリアル絶望エンターテインメント。何言ってんの。嘘だ、こんなのがテレビに流れてたら警察だって世間だって大騒ぎだよ。そうだべ、助けに来ないわけがねえべ。実はすでに切れたりして。え、はい。っていうかさ、所詮他人事だからね。テレビを見て危ないと叫んでいた人がいたとしても、本気で助けに向かう人なんていやしないでしょ。そういうことなんじゃない。よくわかんねえし、どうでもいいんだけどね。バカな。だが公共の電波をジャックするなど天文学的な資金や設備が必要となるはずだ。なぜそこまでするのかって、それはね、まだ内緒なの。だってみんなには先にやることがあるでしょ。先にやること。もちろんもちろん例のやつだよ。いやー、なんや、あえて流してなかったんか。意味が分からんぞ。じゃあ死体が発見されました。やるんだ。の自由時間の後、学級裁判を開きます。え、学級裁判って、じゃあまさか。ブブブブブブブじゃあモノクマファイル。モノクマファイル5、置いとくよ。まあせいぜい頑張ってね。さてさ、これから忙しくなるぞ。今日はたくさん反響がありそうだな。楽しみ。そしてモノクマを去っていった。意味不明で理解不能な事実と絶望だけを残して。しばらく経っても僕らはその場を動けずにいた。動くどころか立ってるのもままならない状態。さっぱり意味が分かんねえべ。絶望的公開 生中継とか、それにあいつはなんで生きてんだって。もうやだよ。やっとここから出られると思ったのに。それに学級裁判だって何なのよ。黙れ。決まってるだろ、学級裁判は学級裁判だ。つまりこれから俺たちは犯人を突き止めなければならないということだ。キリギリ京子を殺した犯人を。どういうことだね、何言ってんだ。殺されたのは戦場ムクロだったはずだべ。女の死体ということならキリギリも当てはまる。それにモノクマが動いていたとなると、
黒幕である戦場ムクロは死んでなんか死んでなんかいなかったということだ。つまりあの下は戦場ムクロじゃない。キリギリ強固だったんだ。わかんねえ。それどっちや。それ以外に考えられない。あの死体がキリギリさん、キリギリさんが殺された。そんなの嘘だ。そんなことあるわけない。だってまだ彼女のことを何も知らないのに、彼女が何者だったのかさえ聞いてないのに、それで終わりなんて意味がわからん。でもどうなんやこれ、キリギリなんか。でも意味がわからん。じゃあ誰に投票するのって話だよ。そんなの信じられない。そんなの信じられないよ。お前が信じようと信じまいと関係ない。事実、真実は真実でしかない。それでも信じられないならと、ないというなら、お前自身で確かめてみるんだな。僕自身が。とにかく始めるぞ。でも学級裁判が開かれるってことはさ、もしかして犯人って。そうだ。ああそうだ、この学園生活の参加者ということになるな。じゃあこの中の誰かがキリギリッチを殺したっていうんか。いやそうとも言い切れんかな。だって今そう言ったばっかじゃん。黙れ。今お前らに説明してる時間はない。俺も調べたいことが山積みなんだ。とにかく始めると。命が惜しければお前らも必死に捜査することだ。それがここのルールなんだ。モノクマファイルの確認どういう感じや。爆破による損傷が激しいため、死体の元は不明。この爆破は被害者の死後に行われている。腹部のナイフはの切り傷は背中まで達している。はぁ、一箇所のみ。だいぶいったんやな、がっつり。鉄パイプテープの太さの棒状のもので殴られた様子。はぁ、他にも全身数多くの傷跡があるが、ここ数日のものではなく以前からあった傷のようだ。やっぱモノクマファイルでも被害者の、正体は明かされてないのか。以前から傷があった。正体不明の被害者、あれは本当にキリギリさんのか。それとも僕は確かめるしかない。自分の目で確かめてみるしかない。どっちにしろ真実は明らかにしなければ僕たちは殺されてしまうんだ。行こう、現場の植物庭園に。なるほど、ちょっと難しいですね今回ですね。容疑者が減ったからこそ難しくなってきた。はい、じゃあまずはこの死体から見ていきたいよね。はい、なんかタトゥー出てますやん。あれ、下の爪の部分に何か付着してるみたいだ。これってしかもネイルもしてる。ネイル付け爪か。ずいぶん長い付け爪なの。邪魔なくらい長い付け爪だ。しかもタトゥーもなんかあんねんけど、おうタトゥーか。やけどのせいではっきりとは分からないけど、犬をモチーフにしたようなあまり見たことないデザインだ。おしゃれやね。でもこのタトゥーかっこいいね。タトゥー、おー、下の下半身は濡れてないみたいだ。この死体が爆発で燃えた際、僕は燃えていた上半身だけに水をかけたんだ。だから下半身は濡れていない。何も間違ってないよ。この被害者が身にまとっている白衣もすっかり焼け焦げている。今は一部しか残っていない。なるほど。で、どこや。分かった、ここか。死体の上半身が黒焦げになっている。あの爆発で燃えたせいだ。しかも黒焦げになった上半身だけが濡れてるけど、これはあの時僕が水をかけたせいだ。僕は燃えている上半身に水をかけたんだ。だから下半身は濡れてなくて、なんかそこ引っかかってんな、ずっとお前。つまり上半身だけ濡れてるからって何もおかしくない。おかしくないんだよ。なんだお前、なんかずっとそこに引っかかってんな。スプリンクラーか、スプリンクラーのことか。いやこれでもまだまだおかしくないと思うんだよな。何かの反応みたいだけど、なんだこれ、どこかで見覚えがある。もしかしてあの場所か。後で確認して、しに行ってみた方がいいかもしれない。ほう、まあ、とりあえずないです、ね、うん、このナイフってもしかして。そうやな、取られたやつ。爆破される前に下に刺さっていたあのナイフ、しかも苗木のやつじゃないのこれ。それが爆発の衝撃で吹っ飛んだんだな。確かモノクマファイルによるとナイフの傷は腹部から背中まで出してた。
ということはこのナイフが致命傷なのか。それにしてもこのナイフ見覚えがあるというか、もしかしてこれって、そうです、あなた、そうです、あなたを殺そうとしたナイフで、しかもあなたが持ってたナイフだと、あの時のあいつが手にしていたナイフ、なんだか妙だと、妙な一点が大きい。昨日僕を襲った覆面の人物、その手にはあのナイフ、そしてここで覆面の人物の腹部に刺さっていたのもあのナイフ。はい、じゃあもしかしてこの覆面の人が刺された原因って、何回この映像見せられんね。あの時無我夢中で反撃した僕がナイフを奪い取って、それで僕が、それにここで殺されている覆面の人物がキリギリさんだとすると、僕を襲った覆面の人物もキリギリさんってことになるはずだけど、どうして覆面なんかわからない。あの夜のことは何も覚えていない。でもまさかそんなことあるはずないよな。いやー、でもそれにしてはキリギリ覆面から自分の衣装に変えるの早かったけどな。うん、あとどこや、この辺とか大丈夫かな。はい、制御パネル、朝7時半に、うん、あれ待てよ、このスプリンクラーが朝7時半に作動するってことは、死体が7時半よりも前にここにあったのは当然死体も濡れているはずだよ。じゃあ殺人が起きた時間だけ7時半から9時の間やね。うん、七公園だ、この中には鶏がいるんだから一匹いないですね。え、うん、どうかしたんかな、イギチ。ハグリ君ちょうどよかった。あのさ、飼育場にいたニワトリって何だったか覚えてる？うん、当然ダメ、一体5羽だね。そうだったよね。うん、どうしたん？足りないんだ、ニワトリが4羽しかいないんだよ。え、変だよね、いつからいなくなったんだろう。昨日の夜時間前に見に来た時にはちゃんと5羽に5羽揃ってたのに、どうすんだ、5羽が4になって、こいつは世界の構築にかかる大問題だべ、大問題だべ。ジグソーパズルで考えてみりゃ分かる、一つ足りないってだけでも世界は未完成のままだべ。川暮君がほっといて、ニワトリが減った理由か、もしかして事件に関係してるのかな。なるほどなるほど、モニターとかは別に特にないかな。ニワトリじゃない、ニワトリじゃない、ニワトリじゃない、ちょ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 、モニターの方が気になるね、モニターが。これはなんかないかな。うん、ないね。じゃあこの花、これ見るか。モノクマフラワー、ゴミでもプラスチックでも人間でも食べるって本当なのか。とにかく事件に関係なさそうだし、この花に近づかない方がいいから。関係はないんだ。じゃあここの倉庫かな、次は。はい、何があるかな。おっと、いろいろ、あ、なんかシートが落ちてる。ホコリっぽいし、ごちゃごちゃしてて典型的な物置って感じだけど、白いビニールシート。でもこの物置にビニールシートなんてあったっけ。事件に関係しているものかもしれないし、一応調べておくか。調べますか。一応これなんだ、ちげ、芝刈り機じゃねえ、シートだシート。表面が土や泥で汚れている、しかも水でびしょびしょだ。でもその裏面は綺麗なものだ、こっちは濡れてすらいない。それは簡単じゃないですか。ってことは死体は7時半前に殺されたってわけだ。片面が濡れて汚れてるビニールシート、ちょっと気になるな。これは簡単じゃないか。この模擬で気になったのはこれだけかな。うわ、簡単ですね。じゃあ7時半前に殺されたんや。でシートかぶってて、プリンクラバーって浴びて、プリンクラ浴びた後に回収して物置に戻したんだ。はい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 、簡単簡単。うん、あとはもうないかな。調べてもないよな。じゃあ、あとみんなの話か、みんなから話聞くか。で、内見覚えてる？あの死体ってさ、爆破される前どんなだったっけ。確か顔に覆面をかぶってて、体は白に覆われてたよね。それで腹部にはナイフが刺さって、腹部周辺の衣服が血で染まっていたんだ。血は止まっていたみたいだけど、まだ乾いてなかったよね。触ると汚れる危険性ある、があるって戸上くんも言ったし。あのブーツってブーツやったよな。キリキリも、やっぱこの死体キリギリ、でも砂糖入れてなかったしな、別にキリギリは。どういうことや。ただ血の量の割には周辺の床に血痕とかは見たらなかったんだよね。よし、なるほどね、助かったよ、苗木のおかげで思い出せた。
でも僕も朝比奈さんに説明したおかげであの時の状況を思い出すことができたし、お互い様だよ。はい、じゃあ本題いきますか。結局あの死体は誰なのよ。誰であっても私は見ないわよ。気絶するなら嫌だし。でも血出てないけど今回、うん、今は11時だね。それがどうかした？リアルな話。いや、この人を発見したのって何時くらいだったかなと思ってた。死体の発見時刻か。はい、7時にモノクマのアナウンスで起きて、その少し後で食堂に向かったんだ。そこで朝比奈さんと会ったんだ。多分7時半頃。その後みんなが集まってる体育館に行ってみんなと合流した後、学園長室に、まで行ったんだ。そこでツラシを取りに行った深川さんがこの死体を見つけたんだよな。あの時の時間があった。ああ、9時ですね。なるほどね。7時半に朝日奈と会って、みんな徹夜してたって言ってたから、あの辺はアリバイがあるんじゃないかな。徹夜してて、7時半に朝日奈が、でもその時に殺せる朝日奈が、いや、朝日奈はもう殺さないっしょ。そういえそうかも。つまり死体発見時刻が9時ってことで良さそうだな。よし、これで俺の役目は終わりだ。少ないな、高倉君の役割。違う、お前終わり。戸上やと。ナギ、ちょうどよかった。お前に話がある。僕に話して。つまり、お前のアリバイを聞きたいんだ。まあ、そっか。ここで一番怪しまれるの遅いよね。ナイフもそうだし。アリバイ？つまりだ。昨日の夜時間以降のアリバイだ。言ってみろ。僕は体調が悪くてずっと寝てただけだけど。でもなんで急にアリバイなんか。しかも夜時間以降って。当然だ。この殺人は昨日の夜時間以降に起きてるから。どうしてそんなことが分かるの？昨日の夜時間直後、俺はこの職務ステイに来てるんだ。モノクマが動かなかった件を伝えるため、他の連中を探してる最中だ。ここには葉隠れを呼びに来た。ここ数日、あいつは職務ステイに入り浸っていたから。その時、俺は確認している。この場所に死体がなかったことをな。つまり殺人が行われたのそれ以降。俺が職務ステイに来た昨日の夜時間以降ということになる。だがな、昨日の夜時間以降、俺と葉隠れと深川と朝比奈はずっと体育館にいたんだ。俺は植物庭園で葉隠れと合流した後、すぐにあの二人の個室まで呼びに行ったんだ。それ以降、俺たち4人は体育館でモノクマの解体作業に取り掛かったんだよ。その間、警戒のため単独で行動を避けていた。トイレに行くのも二人で行ったほど。つまり、俺たち4人にはアリバイがあるんだ。完璧なアリバイがない。まあ、そうなるよね。逆にアリバイがないのは、僕とキリギリさんだけ。そうだ。そしてあの死体がキリギリだとするとアリバイがないのは僕だけ。それに朝比奈と深川を呼びに行った際、お前の部屋にも寄ったんだが、なんだ、まるで反応がなかったな。一体どこに行ってたんだ。僕は本当に部屋にいたよ。だけど寝てたんだ、体調が悪くて。それではアリバイにはならんな。そうだよね。どうする、状況はお前に不利なようだぞ。僕だけにアリバイがないなんて、それってかなりまずくないか。そうですね。とりあえずこの現場で気になったところは一通り調べ終わったかな。だけどまだ終わりじゃない。この現場以外にも調べなきゃいけない場所があるはず。これ何や、あの場所ってどこやねん。どこやそれ。あの下は本当にキリギリさんなのか。だとするといや俺キリギリじゃないと思う。待って、でもんちょっと待って、意味わからない。あれちょっと待って、タトゥーねえやお前。あれ、誰だ、は、タトゥーねえやお前。てか爪もねえし、赤色の別ってこと、仮面のやつと。じゃあ何、最初に怒ったやつがキリギリな。もうキリギリか黒幕しかおらんや犯人。最初に怒ったやつがキリギリなんか、やっぱり。でこの死んでるやつが黒幕なんか。いつも自分のことは何も話してくれないキリギリさんだったけど、キリギリさんの部屋に行けばもう少し彼女のことが分かるはずだ。だけど彼女の部屋の鍵は、そうやね、ホガミが持ってるのか。頼んでみるしかないか。キリギリさんの部屋の鍵を貸してもらえるように。無理やろ、渡してくれないでしょ、アリバイがないぞ。ねえトガミ君、アリバイの言い訳なら後で聞く、学級裁判って。いやそうじゃなくて、キリギリさんの部屋の鍵を持ってるでしょ、それを貸してほしいんだ。鍵を貸すわけにいかんな。お前だって容疑者の一人だ。
なんだ、俺と一緒なら話は別だが、ついてきてくれるの。だが俺は調べることが他にもある。後でまた声をかける。じゃあな。その時の機嫌次第では連れて行ってやるかもしれん。後でか。だったら別の場所を操作した方が、いいよな。あの場所ってどこ？体育館か。これか。はい。やっぱりない。ダメ。いや、わかるか。次元爆弾のあれか。かけらか、お前わかるか、バカ。そんな見てなかったわ、はっきりと、そこらへんは。あー、なるほどね。やっぱ、オートなってる。そういうことか、爆弾のかけらか。あの爆弾がなくなってる？やっぱり間違いない。植物園に落ちてたのは例の破片って。なるほどね。よし、気になることは調べ終わったし、あとはキリギリさんの部屋だけだな。はい、オッケー、わかりました。なるほどね。まあ分かったっちゃ分かりましたけど、キリギリしかいなくね、犯人。あの死体キリギリじゃねえし。いや、キリギリじゃない。まあ、キリギリじゃないしね。犯人は、だから死体がキリギリじゃないってことは、犯人はもうキリギリしかいないという、そういう消去法になっちゃうんですけど、もしかして、あの4人の中に誰か殺したか？トガミ君、そろそろ行けるかな？行くぞ。キリギリの部屋だったな。では行くぞ。あ、待ってよ、トガミ君。さっそく歩き出してしまった。トガミ君を追って、僕も寄宿舎へと急いだ。来た。ちょっと若干気になるんで、寄宿舎の2階行かしてもらいません、先に。行けないですね。行けないっすわ。全然行けへんわ。あ、全然行けない。あ、でも、寄宿舎の2階なんか、あ、ラストくせえな、ここ。ラストステージくせえな。トガミ、はい、どうぞ。お願いします。では、鍵を開けるぞ。トガミくんが取り出した鍵を鍵穴へ差し込んだ。すると、開いた。ありがとう。じゃあ、行きます。初めてのキリギリスさんの部屋に。あー、なんかそんな感じする。めっちゃシンプル。まあそんな感じするわ。うん、そんな感じする。するここがキリギリスさんの部屋か。こっちはシャワールームだけど、なんか妙なもの干しちゃったら困るから、中覗かない方がいいよな。いや、いいんじゃない。見てもこれなんや。これだけが気になるな。一応ベッドも見とく。ベッドだけど、事件的な意味で気になるところはなさそうだな。あー、じゃあこの本だけか。少なあいつの部屋、証拠。テーブルの上に何か置いてあるけど、木の札。あ、これあれか。なんだこれ、道場のところや。なんだそれは、何に使うものか。多分鍵だと思うけど、ほら、銭湯の下駄箱とかで使われてる鍵、これとそっくりだよね。知らんな、銭湯なんかに行ったことはない。あ、そっか、御曹司ですもんね。それもそうか、戸上くんが銭湯なんて想像つかないもんな。ありえるな。だが鍵か。そう言われてみれば見覚えがあるかもしれない。え、どこで。あれは確か、そうだ、武道場だ。あそこで似たようなものを見た気がする。ああ、行くしかないね。じゃあ鍵使うしかないね。人神に話聞いてみよう。なんだ、わざわざこんな部屋まで来て、お前何を調べようとしてる。具体的に何をってわけじゃないんだけど、何か手がかりがないかなと思って。キリギリさんのことを分かる手がかりや。おい、まさかその程度のコントでわざわざこの俺を付き合わせたのか。ごめん。だが闇雲に探していては時間がいくらでも足りんぞ。もっと具体的な根拠は何か。これ何をすべきかはっきりさせる根拠だ。具体的な根拠。あ、そういえば、ん、手紙か。確かポケットの中にあった。なんだその封筒は。キリギリさんに渡されたんだ。もしものことがあったら中を見ろ、見てみろって。なら開けてみろ。今はそのもしものことがあった後だ。うん、封筒開けて中を確認する。すると一枚の紙切れが入っていた。ベッドシーツの下。なんだ、封筒に入っていたのはそれだけか。うん、そうみたい。ベッドシーツの下、そこに何かがあるってことだ。ほう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 、何があるんですか。このベッドシーツの下に何か隠されてるのか。半信半疑ながらベッドシーツをめくり上げてみると、何。ここで僕が見つけたのは、主役者になった1枚の紙切れだった。また紙切れかよ。おっ、戦場ムクロ。
希望学園第78期生生徒名簿戦場ムクロ。なるほど。それは戦場ムクロのプロフィールのようだな。そうみたいだね。きっとキリギリさんが学園長室に忍び込んだ時鍵と一緒に盗み出したんだ。なるほど。モノクマが言ったホニャララってのはこれのことだったんだ。これがキリギリさんが、残してくれたもの。犬死にはごめんだと言っていたキリギリさんが。干渉に立ってる時間はないぞ。さっさと確認だ。気を取り直し、戦場ムクロのプロフィールに視線を落とした。氏名、戦場ムクロ。性別、女性。超高校級の軍人超高校級の軍人。細身の外見にそぐわず、あらゆる武器の扱いに長けた戦闘のスペシャリスト。幼少の頃からミリタリーに特別な興味を抱き始め、その世界にのめり込んできた。小学校高学年の頃、国際サバイバルゲーム大会で優勝。それと同時に現代軍人関連誌などでも執筆を始める。だが中学入学直前、家族旅行で行ったヨーロッパで失踪してしまう。はあ、え、家族旅行で行ったヨーロッパで失踪してしまう。当時は日本人少女誘拐事件として新聞やニュースにも取り上げられる騒動に発展したが、当局の捜査も虚しく彼女が見つかることはなかった。しかしその3年後、突如として単身で日本に帰国。彼女は姿を消していた3年間を、傭兵部隊フェンリルで過ごしていた。告白。誘拐されたわけではなく、自らの意思で傭兵として訓練を受けていたという。だがどうして今になって突然の、帰国を果たしたのか、その理由に関しては不明のままとなっている。なんだそれはあ、軍人だの戦場だのって次元が違う。住んでる世界とか育ってきた環境とかそういうことじゃなくて、フィクションとノンフィクションを比べることにすら意味がない。それくらいに次元が違う。それが一般人である僕の感想だった。だけど、なるほどな。フェンリルか。こんなところでその名前を聞くことになるとは。え、知ってるの？当然だ。傭兵団部隊フェンリル。狂った戦争屋の連中の集まり。だが何かと便利に働いてくれる連中でもある。覚えておいて損はないぞ。いや、明らかに僕とは無関係の世界だし。だが少々気にかかるな。確か噂ではそのフェンリルはすでに。ゾキャラっぽい主人公と、主人公っぽいザキャラ見っけ。確かにそうやな。じゃあ、ザコキャラっぽい主人公と主人公っぽいザコキャラ、確かにそう。お前らが手にしてるのは、ありゃりゃ、そのプロフィール見ちゃったのね。だったらどうってんだよ。そう、ビビリアさんだって、別にお前ら責める気なんてないよ。もちろんそれを盗んで隠した姑息なキリギリさんを責める気もありません。ぶっちゃけ泥棒禁止って拘束なかったしね。だけど拘束違反して学園長室の鍵を壊しやがった大神桜は許せないね。死体引っ張り出して切り刻んで食ってやろうかしら。まあ雑食だしね。なんだ、拘束違反は許せない。あくまで拘束にこだわってるよ。そりゃそうだ。学園生活は拘束の上に成り立ってんだからさ。だから学園長たる僕は拘束を守らなければならないのです。こう拘束を守るか。ではその拘束はお前自身にも適用されるんだ。当たり前じゃん。お前らに不公平だって騒がれるとムカつくし、そしてこだわるついでにお前らにいいこと教えてやるよ。いいこと？その皇族適応者について、つまり殺し合い学園生活の参加者についてだよ。今まで参加者の人数について僕の口から言ってなかったと思いますが、そろそろここではっきりさせた方がいいんじゃないかなと思ってさ。あのね、だってお前らが最初に玄関ホールに集合した時、あそこには15人しかいなかったでしょ。そのせいでお前らはすっかり勘違いしてるんじゃないかと思ってさ。勘違いってことは、そう、15人じゃないんだ、はい。この殺し合い学園生活に参加している高校生は全部で16人だったのです。全部で16人。じゃあ戦場ムクロが、この学園に潜む16人、どんなやつやねん。こいつずっとサバイバルしてたんか。急な絶望と呼ばれる女子、一人で戦場ムクロに気をつけて。だからサバイバルナイフか。16人目の高校生戦場ムクロもこの学園生活の参加者、つまり高速の適応者。なぜだ。はあ、なんか言ったなぜわざわざ俺たちにそんなことを教える。ああそれはね、さっきも言った通り、この殺し合い学園生活は絶賛絶望生中継中なわけですよ。大勢の視聴者もいることだし、ルールをはっきりさせておく必要があるかなって。だって後でクレームの話なんてことになっても困っちゃうじゃん。はい、そういうことだよ。さて僕のヒントは以上だけど、おまけに報復としてもう一つ教えちゃおうかな。報復？ご速なキリギリさんへの仕返しとして、今度は僕が彼女のプロフィールをバラしちゃうの。
キリリさんの、あのね、彼女ってさ、年がら年中神経臭い手袋を身につけたわ、つけてたわけでしょ。おお、つけてたつけてたつけてた。ここだけの話、あれってね、両手にある人に見せたくない傷を、見せたくない跡を、隠すためのものらしいよ。え、僕から以上です。それじゃあ後ほど学級裁判でお会いしましょう。では死体はフェンリルですね。あー、死体はフェンリルだ。キリさんが手袋をつけていたのは両手にある人に見せたくない跡を隠すため。まさか手の甲にある傷って、ちょっと待って、じゃあ意味が分からなくなってきたわ。違う、その例えは違うと思う。その例えは違うと思う。違うと思う。いや待てよ、だけどモノクマは人に見せたくない跡って言ってたよ。つまりキリンさんは手を隠すために手袋をつけたってことだ。だってするとそうなんですよね。付け爪って、そう、見せるためのものだろうね、タトゥーも。またキリギリのことを考えてるのか。え、なんだ。だがそんな場合ではないぞ。今のモノクマの罠について探るのが先だ。モノクマの罠、ね、お前の鈍さはもはや神が与えたペナルティだな。今のモノクマが言っていたことをもう一度よく思い出してみよう。学園生活のメンバーには16人目の候補生、つまり戦場ムクロも含まれる。つまり戦場ムクロも高速適応者。モノクマはそう言いたかったんだろうな。てかモノクマはなぜこのタイミングでそんなことを言ったんだ。後で文句が出ないようにルールをはっきりさせておくためって言ってたけど、うん、裏を返せば戦場ムクロは今回の事件に関係してるということになるはずだ。だからこそモノクマは前もって16人目の高校生の存在を明かしたんだ。アンフィアにならないように。戦場ムクロが事件に関係してる、ありえるな。ひょっとしたらキリリ教皇を殺した犯人は戦場ムクロなのかな。ちゃうねんな、多分殺されたのは戦場ムクロなんやな。戦場ムクロが犯人とすると学級裁判が、開かれることにも納得できる。これ間違いなく生徒同士の殺し合いということになるんだから。戦場ムクロが犯人、キリリさんを殺した犯人。と、そこまでなら誰にでも想像つくことだな。実際捜査開始当初の俺もその可能性を信じ込んでいた。なんだ。だがさっきのモノクマの発言で考えが変わった。決まりだ、戦場ムクロは犯人ではない。え、どうして。超高校級の絶望、戦場ムクロは黒幕の正体と考えられるはずだったな。だとするとおかしいと思わないか。どうして黒幕が自分の不利になるようなことをわざわざ言ったりするのか。そういえばそうだ、つまり戦場ムクロが怪しいと思わせるような発言をあえてするということは、逆に戦場ムクロは犯人ではないということになる。だから罠、戦場ムクロを怪しいと思わせることで僕らを間違った答えに誘導しようとする罠。そう考えられるはずだ。そう言われてみるとそうなのかもしれない。だけどそうだとしたら、16人目の戦場ムクロでもないだとしたら、本当の犯人って誰なんだ。さてと、どうやらこの部屋にはもう用はなさそうだ。だったら次の場所に行くぞ。他に捜査すべき場所が見つかったはずだ。武道場だよね。さっき拾った木の鍵を確認してみないと。行くぞ。では行くぞ。あー、これ3人ぐらいいるくないか。だってね、まず最初に死体は戦場ムクロだと思う。タトゥーが狼でしょ、フェンリルってことでしょ。ってことはフェンリルのマークが戦場ムクロ。では16人目の絶望だ、超高級の絶望だ。で、あいつ苗木を襲ってきたのは、また別の第三者や。あいつ手袋しなかったし、襲ってきたやつ。キリギリは両手に隠して跡がある、あざがあるか、あざがあるって言ったけど、あいつは手袋しなかったし、あざなんてなかった。ってことはキリギリはまた別のどっかで関わってたってこと。はい、この鍵あってね。なるほどね。ザイギ、右の端のロッカー見てみろ。妙だな、あのロッカーにだけ鍵は差し込まれてないようです。つまりどういうことかわかるよね。あそこにさっきの鍵は差し込めばいいんだよね。そう、やってみろ。さあさあさあ、見事に吸い込まれ、そして僕はロッカーを開けた。はあ、矢が入っている。全部で10本くらい割れてる。ジュラルミン製の矢、細さの割にかなり頑丈なはずだ。ただし矢がな、弓がなければただの頑丈な細い棒でしかないから。頑丈な細い棒か。ほう、このロッカーの中には他には丸められたガムテープが転がっている。しかもこのガムテープに付着してるのって血痕だよ。なるほど、血痕ということはこれも事件に関係してるかもしれないな。このガムテープが事件に関係している。でも関係してるってどう関係してるんだろう。ガムテープ、なるほど、はい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 。トガミ君どうしたの。妙だな。妙だと思わない。このロッカーには明らかに事件に関係するものが入っていた。
だからそんなロッカーの鍵はどうして被害者であるギリギリの部屋にあったんだ。なぜだ。いや、ひょっとするとトラミ、いや、なんでもない。それより次の場所に行ってみて。え、次の場所なんで。まだ調べなければならないことがあったはず。フェンリルだ。フェンリルについて調べると、フェンリルってイクサバムクロが言っていた傭兵団の部隊、傭兵部隊じゃよね。でも調べるってどうやって決まってるだろ。調べ元行ったらどこだ。はい、図書室で、あの書庫ね。はいはい、世界に公表されていない情報まで揃っているあの書庫だったら行くぞ。学級裁判で時間がない、急ぐぞ。なるほど、待って待って、なるほどなるほど。これ学級裁判の時にキリギリが来た時点でキリギリ黒やねんな、ほぼほぼ。いやー、黒なんか、いや、殺したのはキリギリなんか。最初に襲ってきたやつ誰なんや。フェンリルに関するファイル、おそらくあの隣にあったはず。お、そして一冊のファイルを手に、戻ってきた。それを見せてもらいましょうか、じゃあ。はが、トガミの話聞け、はい。は？トガミの話？重なってるから、だるいこれ。なるほどね。これだ、見てみろ。見てみろって言っても読めないよ。これって何語？まさか高校生にもなってフランス語も読めないなんて言わないよな。いや、大半の高校生は読めないと思うけど、さすがお父さん。仕方がない、俺が読んだよ。ただしこの借りは100倍にして返してもらうぞ。しかもフェンリルやっぱりタトゥーあるへんけ、そのフェンリルのタトゥー。はい。フェンリルとは中東を本拠地とする戦闘のプロ集団である。民間軍事会社などは一線を、課す、直接戦闘行為を特化した荒々しい戦闘集団だ。隊員1人が一般兵の100人相当する 戦力を保有するよ。最強じゃん。え？そのトリコのあれみたいな感じで、捕獲レベルみたいな感じで、レベル捕獲レベル1で何だっけ、戦車10個分。まさに終末の狼を意味するフェンリル同様に、戦場では誰もが恐れる存在である。公にはされていないものの、過去には数多くの戦闘や軍事作戦に関与してきたらしい。だがしばらく前に突如として活動停止、現在ではその存在すら確認できていない。主要メンバー全員が殺害されたとの情報はあるが、確認が取れていないため定かではない。各国の軍事機密を握っていたため、口封じのために潰されたとも噂があるが、一部では内部紛争の結果による自滅だったとの見解もある。なんだ、なんていうか次元が違いすぎて違う次元の話なんかではない。これもまた現実だ。俺たちの世界との地続きだよ。それに戦場もここで生活も、戦場でもの生活も似たようなもんだ。想像の及ばない予測不可能の世界だからこそ面白いんだろうな。面白くなんかないよ、これっぽっちも。それで気になっていたことはないか。フェンリルについて知る最後の機会だよ。気になったことといえば一つだけあるよ。さっきフェンリルの意味について言ってたよね。終末の狼。ついでにそれと関係することをもう一つだけ教えてやろう。フェンリルに所属する兵士たちは自分たちが組織の一員であることを示すために、必ず体のどっかにフェンリルを表す刻印を刻んでるらしい。そうですね。フェンリル、終末の狼、それを表す刻印、それってもしかして。はい、もう繋がってそこら辺は全部。うわー、短けー、今回短けー、すくねー、これキリギリでいいんか、そんな安直に。時間はありとあらゆる生物、物質、現象に地味ですが確実な攻撃を浴びて続けているのです。僕らは一人目に襲ってきたやつが分かんないね、誰か。そのことをでもあれキリキリじゃないよね。なのです。というわけで時間ですよ。学級裁判を始めます。じゃあお前らはいつもの場所にさっさと集合してください。なるほど、ちょっとこれ、いやキリキリが来たらキリキリ黒いな。どうやら時間のようだな。ここから先は学級裁判で明らかにするしかないってことだね。そうだ、そのようだ、行くぞ。さあここで霧がいるかいないか。お？お、いない。待って、意味が分かんないね、そうなってきたら。はあらら、意味が分かんないね。お、苗木と戸上が一緒に来たべ。誰してどこ行ってたの、急にいなくなって全然戻ってこないしさ。
調べ物に決まってるだろ、いちいち聞くな。いくら無罪でベアカさまと二人きりで調べ物。え、嫉妬、おいおい、気色悪い想像してんじゃねえだろうな。なんだ、雑談をやめて気を引き締めろ、そろそろ来るはずだぞ。そろそろ来る、あいつが来る。これから起こることを想像し僕は思わず身構えた。だけどギリギリでしょ、来たようなことに5分待っても10分待っても、え、意味がわからん。なんだ、な、なに、どういうことなぜモノクマは来ない。もしかするとまだ止まってるんじゃねえか。どうする、もう少し待ってみる、それとも来た、それともいきなり来た、驚いてやんの。おい、おい、説明してもらおうか。俺を待たせるとはどういうつもりだ。僕がお前ら待たせた、逆じゃない、お前らが僕を待たせるんじゃ。は、つまり僕はお前らが揃うのを待ってただけだよ。全員揃わないと始められないでしょ。はぁ、何言ってんの、私たちなんて僕揃ってるじゃない。揃ってないじゃん。だから10分待っただし、もういいよね。このやつは高速違反ってことで OK だよね。そうと決まれば処罰の手配を。きたー、やっぱいるんじゃん、ギリギリ、ね、もう意味が分かんなくなってきたよ。そうなるとやっぱ死体はなんでくえ、16人目の顔見れずに終わんの、あんな出しといて。もうここでキリギリが来た時点でキリギリ結構暗いけどな。キリギリさん、キリギリさん生きてたの。違う、あれは幽霊だめ。あんた黙ってていいわよ。はいはい、そこからは先学級裁判でね。ほら、楽しみ後に取っておかないと。なんで遅刻のペナルティは特になしでいいのか。そうかしら、ちゃんと来たんだから高速違反にはならないはずよね。え、そうでしょ。はい、孤独だね、キリギリさん。本当に孤独だよ。確かにペナルティはないけどさ、だけどきっと後で後悔するはずだよ。いや、後悔させてやるよ。とにかくさっさとエレベーターに乗り上がれ。僕は一体先に行ってるからね。モノクマが去ったと同時に僕らは一斉にキリギリさんの元に駆け寄った。死んでなかったんだね、当たり前じゃない。よかった、生きててよかった。生きていたからといって俺たちにとって喜ばしい事態とも言い切れんだな。そうだべ、そいつは幽霊なんだべ。だからあんた黙ってなさいって。行くぞ、さっさと行くぞ。続きは学級裁判で話せばいいことだ。戸上くんはキリギリさんと一度目を合わせることなくエレベーターへと乗り込んでいった。いや、ピアガさん待ってください。そうだな、急がねえと俺らも何されるかわかんねえし。でも喜ぶのはこの学級裁判を乗り切ってからだよね。そしてみんなも続々とエレベーターに乗り込んでいく。だけど僕には学級裁判の前にどうしてもキリギリさんに確認しておきたいことがあったんだ。キリギリさん、学級裁判の前に一つだけ聞かせてほしいんだ。今までどこ行ってたの。例の鍵を使ってどっかに行ってたんでしょ。それってそう、寄宿舎の2階、そこで調べ物をね。でもあそこ閉まってたんですけど。俺らが行った時にはじゃあもうみんな戻ってきたってこと。寄宿舎の2階、そうよ。あそこにはモニターも監視カメラも見なかったわ。おかげでモノクマには気づかれずに済んだけど、でもそのせいで私もモノクマアナウンスに気づくことができなかった。あそこはじゃあ完璧にもうそのモノクマからの監視もお知らせも全部遮断された場所ないか、うん、おかげでこっちで死体が発見されたなんて全く知らなかったわ。したのはいつ。それはさっき調べ物を終えて1階に戻った直後、そこで学級裁判が始まるアナウンスを聞いたのよ。そこから急いで現場を見て回ったわ。何も知らないまま学級裁判を迎えられないでしょ。そのせいで遅れてきたんだね。でも待たせて悪かったわね。だけどキリギリさんが寄宿舎の2階に行ったってことはさ、あの鍵は寄宿舎の2階の鍵だったってこと。違うわ、正確に言えば違う。あれはつまり学園内の全ての鍵を解除できるモノクマ秘密道具って。何それ、くれ、ちょっとそれくれ、ちょっと2人して何してんの。早くしないとモノクマに怒られちゃうよ。大輝くん、大輝くん、詳しい話はこの学級裁判を乗り切った後にしましょう。今はこの局面を乗り切ることに集中したいの。どうやらおそらくここが私にとっての最大の正念場だから。私にとっての、それってなんだか妙な物言いだな。この学級裁判がみんなにとっての難関というより自分にとってだけの難関みたいな口ぶりで。じゃあね、先に言ってるわよ。僕の心配もよそにキリギリさんはエレベーターへと向かって歩き出した。考えすぎだよな。なるほど。そして最後になった僕がエレベーターに乗り込んだところで、誰だ、ドアが閉じた。誰が殺したんや。じゃあゴンゴンと響く耳障りの音に不安と恐怖が膨らんでいく。
この死刑執行を待つような強烈なプレッシャーだけは本当に慣れることがない。薄暗い闇の中、誰も口を開かない。ただじっと黙ってるだけ。そしてしばらくしたところで途端に視界が開かれる。まばゆい光が僕の目の奥を刺激する。だけどそれは希望の光なんかじゃない。それは絶望の光。あら、またカラフルで。だって僕はこの時を待ってたんだよね。久しぶりに全員が集まるこの時をね。もう余計な冗談や前置きなんていらないよね。さっさと始めようか。はいや。そして5度目の幕が開く。命がけの裁判、命がけの騙し合い、命がけの裏切り、命がけの難題、命がけの言い訳、命がけの信頼、命がけの学級裁判。